じゃあまず準備するものなんですけども、洗剤ですね、と金たわしとスポンジを用意して、でこの状態でまずやることはホースで中の柄を取っていくっていう作業ですね。まあ今日はちょっとないんですけど、で柄を取ってここの持つとこを軸にして倒します。まず洗剤を軽く下にやります。金たわしでこすっていくんですけど、こすりながらこの時左手はずんどんしっかり持っておくことで固定される、こういう感じですね。で中の底辺を洗い終わったら、次この側面をいきます。側面の180度360度のうちの半径だけまず洗います。こういう状態で下から上に上げて、で洗い終わったら残りの半分を回して、つけながら下から回して、つけながら下から回して、でこの後にこの縁を360度洗っていきます。こういう感じですね。で次はサイド斜め45度に向けて、必ずバケツに湯を張ってお湯を出した状態でこうやって洗っていきます。これを回しながらですね、こういう状態で、で洗い終わったらひっくり返し、ひっくり返して、ちょっと汚れてるんでもう洗剤ごとこうやってかけて回すだけ。次はスポンジで仕上げします。この後は逆から洗っていきます。裏洗って横洗って中を洗っていくっていう作業ですね。スポンジに洗剤をつけて、そこから洗って、次横に向けて斜め45度の状態 でこのまま縁をしっかり回しながら、で一周したら縁洗って、中洗って、半径半分洗って、お湯の流し方もコツが、このまままず周りをこう洗剤を落としていきます。洗剤を落として、次は同じように横に向けて、このままこの絵を使って倒す。で裏面やって、で斜め印つけた状態で洗剤が残ってないか、このように洗っていきます。これが一番早い洗い方です。Hi guys, my name is Kozo. Thank you so much for watching video. If you like this video, please set the like button, leave comment down below, and subscribe. Do you make Shimaya happy? If you want to watch about making of video, please follow the Shimaya's Instagram. All right, see you in next one. Bye bye.